堺で白鵬ライオンズクラブでは毎月第2土曜日に献血活動に取り組んでいます。7月13日土曜日からハローズ堺で林田店に場所を変え、気持ちを新たに奉仕活動に臨みます。会場では献血のほかに骨髄ドナー登録の呼びかけをしています。骨髄バンクは白血病をはじめとする血液疾患のため、骨髄移植などの造血幹細胞移植が必要な患者さんとそれを提供するドナーをつなぐものです。ドナーが見つかる確率は他人の場合数百から数万分の1、移植を希望するすべての患者さんがチャンスを得るためには一人でも多くの方のドナー登録が必要です。100人ぐらいは来てくれるんですよ。それでそのぐらいは私もなんていうかありがたい気持ちで思って、でものすごく心から感謝します。If you cannot give a life, you can save a life. 命を与えることができなくても、命を救うことはできます。だから、皆さん待ってますので、7月でみんな来てください。よろしくお願いします。今、若い方のですね、特に10代20代の方の献血人数が少なくなっていっているという現状が、香川県に限らず全国的にもございます。で特にこれからの季節ですね、暑くなってくると献血者の方が集まりづらい時期となっておりますので、ぜひ多くの一人でも多くの方にですね、ご協力いただければ嬉しいなとか思います。なんとなく事故とか大怪我で大出血をされた方が輸血を受けているというイメージがあるんですが、実際そういう患者さんもいらっしゃるんですが、多くはですね、がんとか血液の病気の治療を受ける方が輸血をされている割合が多くなっております。今ですね、特に若い方の献血者数が少なくなっていっている現状がありますので、ぜひ皆さん献血っていうのを知っていただいて、一人でも多くの方にご協力いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、これから第2土曜日、堺でのハローズさんで献血活動を行います。皆さん来てくださいね。よろしくお願いします。